はい、亀岡さん、こんにちは。はい、こんにちは。はい、あの、突然言い出すからね、すいません。唐突でびっくりしましたよ、ね。はい、はい、はい。今日はというか、この間からね、世紀の大実験をしとるわけですけどね。うん、はい、もう、何日かにこう、ね、はい、かけて、はい、もう大変ですね、4、5日かかっとるぐらいですけど、まあまあ、大変やけど、はい、まあ、今日はちょっと後で、ちょこっと歌も歌ってもらうけど、ミディがね、亀岡さん、こうやって離れててもですね、入力できると、はい、いうことが分かって、これ必死になってね。ね、やってるんですよね。はい、うん。まあ、だから、そんな感じで、じゃあ、一回鍵盤を弾いてもらってですね、録音をしてみたいと思いますねけど、さっきみたいなスピードを今、クリックそのままですけど、亀岡さん、どうですやろ。さっき150ほどやったんですよ。さっき150やったんですか。うん、そうですね。あ、じゃあもう130とか130ぐらいで一回聞かせておいてもらえますか。はい、一回ちょっとクリック聞いてもらいますね。あ、はい、それぐらいですね。このぐらいでいいですか。はい、はい、はい、適当に弾いた2小節以上ぐらい開けてから、じゃあ一回トークバック切っていきますんで。ありがとうございます。はい、はい、これがミディなんですよね。そう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 、これダブルクリックした下に出てくるんですよね。これがすごいことですよね。すごいですよね。で、案外ジャストに入ってるでしょう、上岡さんね。そうですね、はい、はい、あの途中ちょっとボタンありましたけどまあ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 、はい、あの急なことなんでね、急、はい、急なことで、この辺はあのご了承願いたいなと思いますけど、はいはい、これでまあちょっとプレイバックしますね、はい、プレイバックするときはね、ここをねミックスいうのに変えるんですよ。これで再生をします。でクリックもなったままに一応しときます。言ったところがちょっとずれたとこでした、はい、うんうん、ほんでちょっと質問あるんですけども、はいはい、まあ、これやってるんですけど、僕が録音するときに聞いてる音と、はい、実際今村長さんがレコーディングをやってくれてるわけなんですけど、はい、その時の音は違うわけですよね、はい、そうです。そっち側はイージーキーちゅうやつで聞いてくれてて、うん、で、はい、こっち側は今あの右の上にあるようにサンプルタンクっていうやつでですね、はいはいはい、その、サンプルタンクの方の音色がちょっとあれなんですかね、音のキレが早いというか、はい、ああ、はは、ちょっとちょっとそういうようなやつやったんですね、そうです。ちょっと切り替えてみます ね。トーントラックのイージーキーに切り替えてみます。お願いします。これね、亀岡さん、一つすごいこと発見しましたよ、うん、はい、あのね、録音しとってストップするじゃないですか、はいはいはい、止める録音を、はい、そしたらね、はい、止めた瞬間に、はい、トークバックがオンになるんですよ。あ、うん、はい、はい、ストップボタンを押したらトークバックにすぐに切り替わるんですよ。イージーキーのグランドピアノに切り替えましたんで、はい、もう一回聞き直してもらいますね。で今度はちょっとクリックあえて外しますね、はい。
そっちがもうまあまあの高音質で聞けてますか、亀岡さん。ものやから丸みが出るというか。ああ、そうなりますからね。うん、はいはいはい。はい、今これ、僕はあのプレイヤー側なので、はい、音質とかは別にそれほど重要ではないですよね。そうですね。それはあんまり関係ないですよね。それと、これまあ、亀岡さん、それでですね、このトラックは1回ミュートにしまして、うん、歌のトラックをですね、オンにするのでですね、今カラオケセットしてあるんですよ。はいはい。でそれでちょっと歌ってみてくれませんか。うん、あ、はいはい、わかりました。はい、はいはい、これで聞こえると思うんです。はい、はい、聞こえてますね。はい、じゃあ、はい、一回録音してみます。はいはい。もがいても明日が見えなくて、そこ知れぬほどに人が怖くて、何を希望に何から始めて、何に夢を重ねればいいのかさえわからない。はい、ありがとうございます。いけました、はい、これでちょっと聞いてもらいます。トークバックをやってもらわないと会話はできませんねこれいろいろやらんなんとこあってあれですよねあの、はい、はい、大変ですわ。慣れたら大丈夫でしょうけどね。慣れるまでだいぶややこしいですね。そこへなおかつ今日ややこしいですね。うん、さっきもね、亀岡さんとそっち側は自分でキーボードが音ならな分かりにくいとか言うてですね、やっぱりこうセッティングがなかなかやっぱり難しいですよね。うんうんうん、そうですね。これだからこれどうなんでしょう。これを使ってって言ってもその、簡単なんでしょうかね。まあだから歌取りは簡単に。あのどねんってことないと思うんですけれども、うん、さっきもやったように僕の方から、はい、亀岡さんの例えばオーディオ、はい、インターフェースを選んだり、ね、はい、そういうことができるように、はいはい、ミディのポートまで選べてね、はい、すごいですよね。だからそれ、うん、がやっぱりねキーポイントになってくると思うので、はい、まあ、なるべく簡単に ねできないとね、そうですね、はい、うん、あとやっぱりこれ、コンピューター同士なんですけども、はい、iPad であるとか iPhone であるとか、はい、そういうのでどこまでできるかっていうのをこうやっていかないとね、検証。そうです、そうです。じゃあちょっと聞いてもらいますね、うん、あの今の録音を、はい、いくらもがいても明日が見えなくて、そこ知れぬほどに人が怖くて、何を希望に何から始めて、何に夢を重ねればいいのかさえわからない。ということで初めてでしたけど実験をやってみました。亀岡さんどうでした？いやいや、さっきまでこういろいろ試行錯誤をやっててですね、で急にいやこれ撮りましょうってなったんでこうもう、うる覚えもええような状態でやってますから、はい、これ、熟されてませんからね、はいはい、そうですね戸惑いながら、はい、やりましたけども、あのすごいことができるということがおそらく、伝わってると思うんですが、はい、MIDI をこう遠隔でレコーディングできるというのはこれもすごいことですね、うん、そうですね、はい、そんな感じでですね、はい、時代は変わっていっております。はい、レコーディングもだんだんどこででも誰でも安くみたいな時代がもうそこまで、来てますのでですね、ぜひ皆さんも、メカのことはもう一つわからないと言わずにですね、
ぜひ、チャレンジやってもらいたいなと思ったりしておる今日この頃です。はい、じゃあそういうことでまたこれから勉強していくと思いますので皆さんまた期待しててください。ビデオもできるところがいいわね、こうやってね、もう何してるかも、ね、何してるかも分かるから、これなんか邪魔でね、僕の顔あんまり映ってないんですよね、これ。そうそう、男前が映れへん。はい、いやいやいや、これなんか犯人みたいにちょうど目のところにこう。そうですね、位置も考えやなあきませんね。そんな感じです。はい、はい、どうもありがとうございます。はい。